さあ本日もデュエルリンクスラジオのお時間がやってまいりました。どうも一流デュエルリンクスラジオパーソナリティのリュウです。本日もリクエスト企画最強の SR カードランキング。数々生まれている SR カードの中でもね、特にマガマガしいオーラを放つカードたちについてトップ10を発表していきたいと思います。前回 UR カードやりましたけども、大変ご好評をいただいているということで、本日は SR の方もやっていきたいなと思っております。これは完全に私の独断と偏見によるランキングなので、その辺ご了承いただければなというふうに思っております。ちなみにトップ10とか言ってますけども、ここにランクインしているカード全部1レベルでヤバいです。ちなみにトップ10に収まりきれなかった点もあるんですけどね、10個選べって言われるのマジで難かったんですよ。だってね、ヤバいカードが多すぎます SR はね。ちなみにヤバすぎて終始煽り口調となる予定でございますので、それが嫌な方は今すぐにブラウザバックをお願いいたします。それでは行きましょう。第10位、からくり商人稲七知らぬいのもののべサイバードラゴンコア。これいきなり3枚ランクインさせて、すいません、雑な1枚書道やめてもらっていいですか。全員雑な1枚書道の皆さんです。はい、10位はね、全部1枚書道でどうやってくるモンスターたちですね。しかも全部のデッキがだいたい初手でこれ引いてガン伏せしてくるっていう超先行制圧型デッキ。僕ね、先行制圧ゲームはちょっと苦手なんですよね。で、回答札持ってなかったらデュエルになんないんですよ。先行制圧されると引き芸にしかなんないんで、基本的にカラクリなんかはね、特にね、局所的ハリケーンとかも止めていきますからね。魔法トラップをなんかカウンターで無効にするみたいなカードでね、もうカードパワーのゴンゲであるこのカードたちは正直やりすぎなんじゃないかなと思っております。コンボもクソもありません。1枚引いたら動けます。そんなことが許されていいんでしょうか。第9位、狡猾な落とし穴。ちょっと聞いていいですか、なんで1枚で2枚破壊するんですか。ちょ、おかしくないですか、やってること。ゲーム崩壊級の性能しますよ。また1枚で2枚を破壊するって、アドバンテージ的には強欲な壺とやってること一緒ですからね。新パックのデッキにとりあえず狡猾積んだら環境レベルになるのやめてもらっていいですか、迷惑なんで。第8位、コアキメイルの混合格、通称ベイブレード。これ強いって OCG 民の誰が信じますか。デュエルリンクスで猛威を振るった小脇メイルの混合格というカード、ご存知でしょうか。小脇メイルカードだったら何でもサーチできるってね。さらにターン1制限も付け忘れているというぶっ壊れ仕様。ね、小脇メイルマキシマムっていうモンスターがいましてね、このモンスターがま強かったですよね。テルトから簡単に出てきて、1枚破壊して打点3000っていうモンスター、とりあえず脳死で小脇メイルマキシマム出すのやめてもらっていいですか。第7位、サブテラーの決戦。効果多すぎだろ、どうなってんだよ。まさに現代遊戯王のゴンゲとも言うべきパワーカード。なんと効果が4つあって、その中から選んで効果発動できるよとかいう、小学生が考えたのかなみたいな性能をしております。しかもなぜか使ったらもう1回セットし直すことができるよという、要するにクズ鉄のかかしみたいな効果を持ってるんですね。頭おかしくないですか、その効果いります、なんでつけたの。しかもね、サブテラーモンスターの攻守をなんかターン終了時まで元々の攻守を合計した数値にするとかいう、いや、コンセントレイトーっていうね、効果もついております。このカードほんまにぶっ壊れとるな。第6位、局所的ハリケーン、脳死で挨拶するのやめろ。第5位、因果切断。あまりにも強すぎてリュウさんがUR カードと間違えてしまったカードと、なっております。最強 UR カードランキングになぜかランクインしていた SR すいません、マジで UR だと思ってました、このカード。すいませんでした、あなたのせいで死んだデッキたくさんあるんですよ、本当に。これね、ちょっとやりすぎ感あるんだよな。除外やっぱダメだわ、除外とかダメ、除外ダメ絶対。第4位、六部派二刀流。支援の後ろにめくると二刀流捨てるのちょっと迷惑なんで、やめてもらっていいですか。シンクロデッキとかって2枚並べないと展開できないんですよ。エクシーズもそうですけど、どうやって展開したらいいですか。先行でそれされると局所的ハリケーンもコズミックサイクロンも支援に止められるんですけど、どうしたらいいですか。結局支援が強いだけだろって。まあそれは一理ある。第3位、
分断の壁、踏んだら即終了、ゲームエンド、砂時計引かなかったら絶望、バックが除去できないデッキは甘え、そんなカードです。リンクスはライフが4000しかないのに加えてメインフェーズ2がないので表示形式変更が難しいです。分断を踏んだらデュエルがエンドするというのはよくありました。本当によかった。まあ、今はね除去カードも豊富なんでね、あなかなかそんな簡単には踏まないですけども、当時はバック除去も苦労してたんで、当時はねこれ踏んでサレンダーするっていうデュエルがね死ぬほどありましたね。第2位、隣の芝刈り、宇宙すぎた。 OCG でもぶっ壊れ級のこちらのカード、リンクスではデッキが30枚っていうのと、まあ、スキルもあるんで初手に、芝刈りが逃げりやすかったっていうね、側面があります。墓地は第2の手札と言われる現代遊戯王において10枚以上の墓地を肥やせる可能性があるっていうのはまあやばいですね。ライトロードとかサンダードラゴンなどの墓地からわらわら湧いてくるようなデッキには必須級でございました。ちなみにデュエルリンクスではデッキ内の魔法カードを、芝刈り1枚だけにしてドローセンス魔法罠というスキルで確定で芝刈りを引いてくるという極悪戦術が存在したため現在禁止カードに指定されております。第1位、フォーミュラアスリート、ハングオンマッハ。なんだろう、レベル上昇してるのやめてもらっていいですかね。2021年4月突如登場した最強モンスターです。相手モンスターの効果を受けず、さらに相手だけマクロコスモスになるというね、ぶっ壊れ仕様、まあ、要するにダークローですよ。リンクス運営ってなんでか知んないんですけども、スキルの存在をちょいちょい忘れるんですよね。 OCG 勢が実装カードを判断してるのかなのか知りませんけども、ちゃんとデュエルリンクスを現役でプレイしている人に実装カードを考えてほしいといったところ。とりあえず脳死でレベル上昇をこいつにしたらやばいこと起きるの分かりませんかね。一回ちょっと考えてからカード実装してもらってもいいですか。以上です。本当にこれね一部なんですよ。本当に一部、もっとやばいカードたくさんあるんですよ。ダッキニとかマスクチェンジとかネオスフュージョンとか、エネコン、アマゾネスの剣士、なんかいろいろ入れようと思ったカードたくさんあるんですけども、ちょっとトップ10には収まりきれずっていう感じですね。また気が向いたら SR に関してはパート2でも作ろうかなと思いますので、動画の楽しみにしておいてください。それではまた次の激ヤバ動画でお会いしましょう。バイバイ。